が広大なあれに帰ってまいりました。氷だ。行った。ああ寒い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 ところに行くにはなんか欲しいんですねきっとね。ダイヤもまあまあ取れたし。何あれ、なんか赤い。何ここ、またこれ別地区ってことかな。これ何地区なの、この赤いとこ。これなんかあれかな、踏み入ったらまずいみたいなある。大丈夫だ。何なの、紅葉にしてはどす黒いんだけど、赤があまりにもあまりにも赤すぎる。すごい、のろし上げすぎじゃね、そんなにそんなにのろしいるっていうぐらいのろし上げてるけど、4つもいるかね。よしよし、じゃあちょっとこの辺で一回いろいろ整理しよう。焼いたりとかして整理しましょう。あとはあ、アルミニウム落ちてる。アルミニウム初めて見たな。まあ、アルミニウムもどっかで使えるんでしょう。でこれを焼きつつどうしよっかな。一旦この金ブロックにして、どうしよう、アーマーにするか。なんかせっかくだしダイヤ、でもな、なんか上位ダイヤがあるのを分かってる上でダイヤアーマーにすんのなんかなって感じだけど、あ、そっか、釣り竿作ってみる。鉄インゴットで釣り竿が作れる。こうして、あ、違う、こうしてこう、鉄の釣り竿、耐久力がそこそこ上がり、かかるまでの速度が少し上がる。あ、なるほどなるほど。金は、金強、耐久力がそれなりに、それなり分上がり、それなり分上がり、なんかラッキーな気分になってかかるまでの速度がそこそこ。はいはいはい。ダイヤは無理なのか？ダイヤはないのね。じゃあ金結構強そうだね。金にするか。金釣り竿で後で釣ろう。でそしたら鉄のアーマーは作る。はい、鉄アーマーと鉄ブーツ。鉄ブーツ一旦鉄フルに戻して、レッドストーンって売れなかったっけな。なんか売れるんだったら売りたいけどね。またあとクエスト、またもう一回ね。そうか、クリスタルか、クリスタルか、あれか、普通のクリスタルが欲しいのか。でそしたら売ったりなんだりしましょうか。これを売る、火薬売る、骨も売っていいか一旦。でクリスタルを買うか、普通のクリスタル買う。あ、売れるじゃんこれ。結構高くない？待って、レッドストーン結構金稼ぎにいいぞこれ。そしたらクリスタル買おう。クリスタル、あれ、クリスタル何個って言ってたっけ。 10? これでクリスタルを渡しに行って、これで仕事が完了するんじゃない一回。はい、オッケー、クリア、デイリークリアしました。700リアいただきました、ありがとうございます。で、あ、エメラルドも買えるのか。そっか、エメラルド買ったら強化エメラルド、あ、待って、これさ、エメラルド買って強化エメラルドだったのでは。うわ、ちょっと失敗したかな。まあ、いっか、一旦ちょっと一部をデカクリスタルにしちゃいます。このこれをほら10個ぐらいやっとく。もう一個15と24とかにしとく。ほら、なんかちょうどよくないこれね。これで、あとは、金ブロックがいっぱいあれば、OK っていう話で、これあれだな、マジで、金ブロックだな。金ブロックとダイヤを取りに行きながら、レッドストーンをいっぱい掘って、で、そのレッドストーンで金にしてクリスタルを買うみたいな。良さそう。なんか、効率として丸な気がする。そしたら、もう一回地下に行く？もう一回地下に行くか、釣り一回する？この釣り竿の効果も試していきたいところではある。一旦。もう鉄釣る釣れたんだけど、嘘ん。鉄釣る釣れたんですけど。嘘でしょ？びっくりびっくり。びっくりドンキーよりびっくりやね。びっくりドンキー、あんま行ったことねえな。金一個でこれなら、絶対こっち作った方がいいな。強化エメラルドの釣り竿とか作ってみたいな。これ宝釣り3とかついてそうだよね。ちょっと釣れてくんねえかな、いいの。おお、なんだ、ラピスが釣れたぞ。ラピスラズリ釣れたぞ。なんとラピスラズリが釣れました。ラピスラズリって俺もともと持ってたっけ。もともと持ってないんだとしたら20個釣れてますけど、大丈夫そう。そんな釣れてないよね多分ね。俺持ってたっけ、持ってなかったかな。ラピスラズリ売ったら金になるのかな。売ったら金になりそうじゃね。まあ、エンチャントリも使うからあれだけど、あんまり売るのどうかなって感じではあるけど。あ、そうだ、あのあれだ、あれ売れんのっていう。売れるじゃん。銀貫なんじゃん。めっちゃ効率よくない？めっちゃもらえた、銀。やった、銀貫いっぱいもらえた。これでまた地下かな。なんかすごい、何これ。あれかな、貨物みたいな感じにしてるってことこれ。建築すご、センスすご、すご、普通に。あの、馬に引かせるやつだよね。めっちゃうまいんだけど、すごいな、あれ。じゃあちょっと、この辺から下行ってみようかな、なんてね、思っちゃったり。下行きますか。ホリホリタイム。レッツホリホリ。なんか、
なんかさ、とんでもないところになんか家作ってる人いない？しかも全部かまどなんだけど気持ち悪い。言っちゃいかんか。で、私あのあれをなんかクリスタルを渡さなきゃいけなかったはずなんだよね。そうだよね。クリスタルをコンラートペッピングに渡す。ノーマルクリスタルでいいのかな？お金もらえた。やった。お金もらえた？パンパンすぎてもらえなかった説ない。大丈夫？あ、もらえたもらえた。よしよしよし、よかったよかった。危ない危ない。じゃあ一旦あれだよね。ちょ、ほんと金鉱石がマジで欲しい。だってこれでまだ4個でしょ？金。マジ？待って、4個で1作れるんだっけ？違う違う、4個で、違うんだよ。金ブロック9で輝くインゴット4なんだよ。違う、輝くインゴット1なんだよ。で、輝くインゴット4使うんだよ、ゴールデンダイヤモンド1個に。え？クソ大変じゃん。クリスタルよりも、金ブロックの方が大変なんだけど、今。あ、たくぱんさんだ。あ、どうも。どうですか、多分2日目ですよねこれ。あ、俺2日目っすね。なんなら1回くたばったんで。くたばったんですか？あのモロイーパーにぶっ殺されたんで1回。あー、あいつか。あれで全ロスしたんで1回。もはや1日目っすね。今あのゴールデンダイヤツールを作るべく頑張ってます。あ、僕もそうなんですよ。金どう集めてます？金はあれですね、ここにあるネザー金鉱石が買えるんですけど、うん、それをルビーのツルハシで砕いて頑張ってます。あ、なるほど。ルビーのツルハシは幸運10なので。あ、なるほど。めちゃくちゃいいんですよ。あ、ルビーのツルハシの作り方わかります？ルビーのツルハシ作ってないですね、まだ。ルビーのツルハシやると多分一気に近づけます。はいはいはい、なるほどなるほど。これで剣、ピッケル、シャベル、チェストプレートを作りました。おお、すげえ。これさ、ネザー金鉱石って焼くのと砕くのどっちが効率いい？普通にやったら。どう、溢れちゃった。一回整理してこよう。いってらっしゃい。ネザー金鉱石ってさ、確か焼いたら普通にさ、あれになるやんな、金になるやんな、確か普通に。そうだよね。期待値なんぼ？砕いた時の期待値なんぼ？ネザー金鉱石って。それによっては普通に交換しやすさ的にもさ、ネザー金鉱石の方を交換した方がいい気がしてきた。検証すればいいか。普通にさすがに検証した方が早いか。焼いた方が良かった気がするんだよな。だったような記憶が俺の中にあるんだけど、違ったかな。調べるか。2から6。じゃあ焼いた方が高いか。当たり前だけど、なんか普通に幸運さんの期待値より焼いた時の期待値の方が高いらしい。初めて知った。1ぐらいいける？もしかして1ゴールデンダイヤはいけるわ。1ゴールデンダイヤだって。これでこんだけ頑張って1ゴールデンダイヤらしい。マジか。それだけな、行くんだったらな、ゴールデンダイヤ釣り竿とかゴールデンダイヤ鶴橋とかね、もう最強であっていただきたいけどね。いや違うわ、待って待って、違う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 、1もいけない。待って待って、違うわ。これで9個集まって輝く金インゴットになって、それが4ついるから1個にもいかないわ。満たない。ごめん、嘘、忘れてたわ。これでこうするとこれになるんよ、輝く金インゴットで。この輝く金インゴットを4つ使うんよ。なんと、えぐ、ちょっとえぐなんで、これはちょっと次回だわ。すいません、以上です。はい、今日はこの辺で。見てくれてありがとうございました。あの、ほんと長い間すいませんね、4時間半もやりましたが、多分動画だと掘ってるシーンは全カットなので、使えるシーン1時間ぐらいな気がするんですけど、はい、まあなんとか頑張っていこうかなと思います。はい、ではお疲れ様でした。また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。